はい、2月20日朝7時44分の相場解説です。これ1時間足なんですけども、昨日の振り返りをしましょうか。これすごく大きなね、もう変わってます、変わり果てた姿ですよね。ここです。3つの力点って言いましたけども、1つがここ、もうちっちゃくなって形が変わったから分かりにくいですね。2つ目がここ、ここを超えたら買いでエントリーしますよってことをお話ししました。で、ここを跳ね返されたら売りでエントリーしますよっていうことをお話ししました。売りでエントリーして取れる幅はゾーンがあるここまでですよね。でも買いでエントリーした場合っていうのは結構果てしなく取れるんではないかなと、この移動平均線もぐーっと上の方に向かってますよね。で、今ここを力点にしてですね、跳ね返ってきました。こうグイッとね、このまま N を書いて上にもう一回行くかもしれませんね。ただまあ一つの結論として、私は今週は前半は苦しんだんですけども、水曜日で自分がね、ここに気づけたんじゃないかなというふうに振り返ることによって、すぐにね、そのチャンスロスを取り戻すことができました。やった。大きな幅を取れた方多かったんじゃないですかね。メールも何件かいただいてます。むちゃくちゃ取れましたとね、寝てる間にすごく儲かったとかねありがとうございます。で、もう一つデイリーの方を今日は見せて、皆さんと一緒に拝見してですね、終わりにしたいと思います。デイリーね、日足なんですけども、こういうふうに高値切り上げがありますよね。で、安値切り上げはこういうふうに3つ出てるところがありますね、ピョンと。で、安値切り上げはもう一個私は線を引いてます。ここです。ここっていうのは力点の数が多いところですね。ここは力点になってないですね。で、まあここも1個あるというところですか。いや、1日でこんなにねあるんですね。30ぐらい動きましたね。すごい動きましたね。感無量ですね。45くらい動いたんですかね。50とまでいかないですけど、これはなかなか昨日は美味しいチャンスだったですね。やっぱりうまくいかない時でも冷静に自分のことを見つめて、もしかしたらここを気づけたんじゃないかなっていうふうに、見つけることによってね、こういうふうな新しいポジションが取れるわけですよ、エントリーが。まあ、ですんで、うまくいかなかったからといって自暴自棄になったりするんではなくて、うまくいかなくなったらもちろんね、チャートを離れて冷静になることも必要なんですけども、あ、もしかしたらここ気づけたんじゃないかなっていうふうに、なんかね、その事後確認をすることっていうのはすごく大事だなと思いましたね。それではまあ木曜日、今週はこんなところでいいんじゃないかなと思いますけども、あとこの後ね、どういうふうに動くのかってことを非常に大事になってきます。これ来週のためにいろいろと考えていきたいですね。じゃあ来週のためにどういうふうに見ていくのかってことをお話します。これはデイリーなんですけども、まず1個もうお分かりですよね。こちらの方に新しい抵抗台ができました。まあ、ですんで、売りに行くとしても、もうここはね、割らないように、これ、やっぱ N を書くんじゃないかなと思いますよね、1時間でも。わかりますかね。で、1時間の方に戻ります。これほどまでに急騰したんで、高値圏っていうのができましたね、これによって。だから今、こう下がるじゃないですか。この後の予測ですけども、もう一回上がって、N の字が浅かった場合、この N が浅かった場合ね、今度はこれがまた下に向かってくる恐れがあるんですよ。そうなるともうお分かりですよね。これね、ヘッド&ショルダーを高値圏で作って、こういうふうに下に下がっていくっていうシナリオを今この時点でもう書いておかなくちゃいけないんですよ。今この時点ですよ。まだぐーっと上がったばっかりでほっと一息つきたいところでしょ。でも、この V ができて、またね、登ろうとしているところを見るだけで、あ、N ができるんじゃないかなっていうのと、N の向こうにはヘッド&ショルダーがあるんじゃないかなっていうふうに考えるのが、まあ私流なんですよね。皆さんはどのように予測するでしょうか。それでは、本日は以上です。